ヤケブリング、ヤクンテと申しますぞ。今回は、一段階上昇特性ヤーティが、本編中にマスボランクに行くことができなかったので、マスターランクリボンをつけるために、潜っていったニコニコ生放送を動画化したものですな。では、試合までカット以外ありえない。対戦相手が見つかりましたな。ソータ氏対戦よろしくお願いしますぞ。ファイトルパーティーは、レジェリキ・クレフィ、バーマゲロゲ、グラードン、ギャラドス、ホワイトキレン。グラードンが浮いて見えるのはなぜか。初手エレキに対応できるのは、誰ですかな。ヤードリックスなら一応誰にでも対応できそうな気はする。キューレームを倒すのは誰の仕事ですかな。炎技もある、ドラゴン技もある。まあ当然ヤシアの仕事となるわけで。あとはグラードンを草結びで倒すのが薬家芸の仕事でいいんですかな。これで。では、ソータ氏対戦よろしくお願いしますぞ。お相手の初手は？キレイ！いきなりです。我が初手はあの頃頑張ったヤドレックス。キューレームに耐久高い印象はないですが、低い印象もないので、ぶち抜いてやりましょう。タスキは知りません。ナクロスフレーム耐えれがやりえない。自慢の耐久を見せるんですぞ。不一致はそれは倒れない。素晴らしい耐久です。では、イン、ワン、ドコドコドコ、助けですなー。これはどうしようもない。耐久も下がりましたし、ダイマックスしてももう次を耐えないので、この技への受け出しができるような選出は、してないんですな。ではヤシアン行ってもらいましょう。じゃあレツク一貫してるので何も考えることはない。シーザー氏、炎が通りすぎやで。しかしこやつには炎が通りませんぞ。豆腐の剣のみずみずしさで炎は当倍で受けるんですが、じゃあレツク以外ありえない。さあ、交代して、ドツボにはまるといいですぞ。凍える風。通りません。寒いですな。とんでも火力ですが、凍える風ならこんなもん。では、撃破がありえない。さーて、わざわざ S を下げたということは、後続が遅いのか。クレフィー。ここは当然、壁に交代がやりえない。じゃあ、あれつくメリットもないので。海が水っぽい雰囲気出してるから、炎の一環は大丈夫やで。青色で何とかするんですな。選出したら効果抜群表示でバレますが。リフレクター。おやつで両壁ハリーの、誰が活躍するんですかな。サイコファングがないのが痛いが。アイマンジェ。まあ、壁込みで、角煮ということになりますな、大盤にすれば。相手のラストはダイマックスしてくるが、まあ、こちらダイマックス切らない理由がないので。では、行きますぞ。スイッ！えぇ！もうおかしか。おぉ、でかいでかいっすよ、でかいよ、この鍵は大きすぎよ。あいきなり裏声を出すのはやめていただきたいと言われそう。ボンジハ、これが何だって言うんですかな。必殺ダイバーン、スーダン撃破がやりえ。さて、ラストはエレキだった場合は、かぐやは倒されますが、
グラードンだった場合はどうなんですかね。壁越しでもブーストの火力は結構なものですぞ。ゲロゲーを倒すのが一番楽なんですが、そんなことはなかった。ちゃんと赤いグラード。さあ、日照りが発動しませんぞ。ここは草原でいいですかな。保険警戒でスチールを打つ意味とは。ガラシアンの火力にかけましょう。何より削ることが大事。大スチールで逃げ決めを耐えるようになるとかならないとか、そんなもたもたしたことは言ってられませんぞ。壁とダイマックスで実質耐久4倍。バケモンですな。大フォロー。シャドウクロウですかな。技構成、一体どう、いやー、なーにやってるんですかな。フォローは意外でしたが。別にバーンに切り替えてくるわけでもなく、しかし大魔が終わるので次のフォローは耐えませんな。しかし大草原グラダン、じゃれつく剣外ですな。じゃれつくで栄養下げたりなんかしちゃったりする必要がある。この回復もよろしくないんですな。さて、大魔相手に草結びは打てないので、とりあえずダイマックスは使い切らせましたぞ。あとはもう正面から殴り合うのみ。まだフォローしか見てないというのはかなり違和感がありますな。とりあえず最高打点はジャレツクですな。シーダー氏、この技切ってゴーストは耐えれるのかということなんでしょうな。ジャレツク、ダブラバラバー勝ったですな。そして自身グラスフィールドが行きましたぞ。では、とどめを刺すんですな。ジャレツク以外ありえない。スララ君ですぞ。そしてリボンをその手に。まっすぐ行って、じゃれるだけですな。じゃれつけ、どこ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 、撃破以外ありえない。やりましたな。では、ソータ氏対戦関係以外ありえない。